購入キットレビューやっていきたいと思います。今回購入したキットはこちらですね、青島さんより発売されておりますサイバーフォーミュラーサガのアスラーダという車になります。ちなみにですね、私サイバーフォーミュラーシリーズアニメで一度も見たことありませんので、全くこちらのアニメ知識ないんですけど、まあ今回こちらのキットはなぜ買ったかというと、いつも通りネットサーフィンしてですね、前方のブログとかツイッター見てたんですけど、こちらの完成品がありまして、非常にこのシルエットに感銘というかですね、一目惚れしました。はい、ですので自分もちょっと作ってみたいなと思って購入してみました。はい、キットの外箱はこんな感じですね。タイヤが6個ついてる特徴的なシルエットですね。ちょっと尖った感じですね。エアロ的にはいいのかちょっとよくわかんないですけど、はい、でいつも通りですね、ビニールはすでに取ってあります。じゃあ純不動で見ていきたいと思います。まずこちらがですね、 A パーツですね。はい、シートがあったりとか、サスペンションっぽいところとか、あとエンジンっぽいパーツもあるのかな。ちょっとエンジンが中あるのかわかんないですけど、はい、比較的新しく発売されたキットなので、バリとか歪みとか引けとかは気にならないというか多分ないと思います。続いて白いパーツですね。 B パーツ、フレームのところですかね、外の、はい、エアロ的な感じですごい尖ってますね。これがポイントですね。間違っておらないようにしないと。あとこの辺のパーツとか分かりますかね。結構細いですね。薄いですね。しっかり薄くできてるところもあります。はい、続いてこちらも白いパーツ、 C パーツですね。ホイールが大きいのが2つと、小さいのが4つついてます。はい、それからなんか角みたいなのもついてますね、なんかザクの。はい、でフロント運転席周りかな。はい、それからこれもフロントのウィングかな、ちょっとわからないですけど、はい、主力のパーツ、切り出しが必要なパーツ量は以上でして、であとはボディのパーツですね、とシャーシーフロント部がありますので、まあこんな感じですかね。ミニ四駆っぽい感じだな、ちょっと。まあミニ四駆はほとんどやったことないんですけど、はい。あ、ちなみにですね、このパーツみたいなものを持ったんですけど、特徴的なこの白と青のパーツなんですが、ここにモールドがあってですね、多分筋彫りしてちょっと深さを出して、でこの曲線で青と白で分けて多分マスキング塗装しなきゃいけないですね、これ。でフロントもここで分かれてるので、この段差のところでマスキングが必要になっていくと思います。ちょっと難しい気がしますね、マスキングが。それからタイヤ類ですね。はい、まあありがちなんですけど、センターにパーティングラインがありますので、気になる方はヤスリがけした方がいいかなと思います。あとクリアパーツが同じのが青と白の透明の2種類ついてますね。これを青いのを使ってもいいし、多分透明の自分で塗装して使ってもいいしってことなんでしょうかね。ちょっとこれは分かんないですけど、はい、
それから、ポリキャップと、軸になるパーツですねが入ってます。一応タイヤが稼働するのかな。あと主人公とヒロインですかね、書いて名前書いたハヤトとアスカって書いてますね、ついてます。素材はあれですね、あの MG についてくる、ガンプラの MG についてくるフィギュアと同じ感じの、なんかゴムっぽい感じの素材ですね。これってあれ塗装しにくいんですよね、なんかヤスリがけも難しいし。はい、であとデカールですね、ついてます。水転車式かな。はい、最後説明書、はい、チラチラ見ていって終わりかな。やっぱポイントはこのベースの塗り分けですね。はい、白と青ですかね。うん、あ、そっか、これブレーキなのか。さっきのパーツはあれですね、別にエンジンでもないのかな。はい、この辺が難しそうですね、塗り分けが。はい、書いてある、やっぱりあのあれですね、クリアーかクリアーブルーどちらかお好みを使用してくださいってことで選べるようです。はい、ということで今回はですね、こちらサイバーフォーミュラサガのアスラーダのキットレビューになります。以上になります。よろしければ次回もご視聴ください。ありがとうございました。バイバイ。